今いつもの山道を走ってきました。人工の湖です。空いてる道をゆっくりとクルージングしながら走ってきましたけど、やっぱりエンジンは NA に限ると思いますね。やっぱちょっとリアの車高高すぎなんで後で下げます。だんだん当たりがついてきたのか、4000か5000ぐらいでこうずっと回転維持しててもちっとも振動が嫌にならないというか、そこから思いっきり踏んだ時のその反応とかですね、ちょっと踏んだ時の反応がもう何とも言えなく気持ちいいです。まあお宝エンジンだと思います。あとやっぱり6速ミッション乗せ替えてるので高速も楽ですし、234あたりを使って山道を走るのにはとっても気持ちいいです。まあバネレートだいぶ下げちゃったんでロールも深いし、タイヤもなんか乗り心地静かさ重視のレグノなんで、グリップにはちょっと不安がありますけど、まあ、でもそんぐらいで無理しないで走るのが一番いいのかなと思います。なんかちょっとホイール合わないなと思ったけども、馴染んできたというか慣れてきたというか、なんせ掃除が楽なのがいいです。これからもう少し楽しんでこようと思います。